ローバースカウトは、スカウティングにおける20代前半までの青年のための国際的な奉仕プログラムである。ローバーの集団は、ローバー対あるいは、ローバークルーと呼ばれる。ここにおいて、ローバーとは、人生の旅人という意味である。ローバースカウトは1918年に、英国スカウト連盟が、ボーイスカウト年代を超えた青年のために始め、他の国のスカウティングでも、 急速に取り入れられた。英国連盟を含む多くのスカウティング組織はもはや、ローバー部門を取り入れておらず、他のプログラムに変更されている。一方で、伝統的スカウティング組織が、元のプログラムを保持していることもある。ローバースカウトの起源には2つの組織がある。一つは、シニーアースカウトと呼ばれるプログラムであり、これは、第一次大戦中の九百十七年四月から、 英国において取り入られていた15歳から18歳までのボーイスカウトを対象としたものであった。戦時下において青年男性指導者の不足が明確になり、シニアースカウトが守備よく始まるには数十年を要した。もう一つは西部戦線で英国軍人のレクリエーションのために提供された戦場スカウト小屋である。軍人のための H. ジェフリー・エルワス、おじさんの指導のもとにあった 中ン地コルチェスターで展開されたセントジョージのスカウトクラブはこれらと関係している。これらの取り組みから、福音しつつある青年のためのスカウティングのプログラムが必要であることが明らかとなった。ローバースカウトという言葉を最初に用いたのは、ロバート・ベーデン・パウエルのザ・ボーイス・スコーツ、ヘッドクォーターズ・ガゼットにおいてであり、計画が構想されたのは1919 19年11月であった。 ベーデン・パウエルは新しい計画のためのハンドブック執筆に取り掛かり、1912年にローバー・リング・ツー・サクセスとして出版される。その内容は、ローバースカウトによる活動のアイデアのみならずベーデン・パウエルの幸福な成人生活への哲学をも含んだものであった。これは、英語では1964年まで様々な版が発行され、また、各国語に翻訳されている。 ローバー・リングは自己啓発と奉仕が結びつけられた楽しい活動を与える。ローバー隊は実地されるがアドバイザーやリーダーという年上の指導者を持つ。ベーデン・パウエルはローバー・リングを野外活動と奉仕の友情と呼んだ。活動の目的は次のようなものである。ローバー,ーリングは次の要点で人生を豊かにする、体験を提供する。それぞれの要素は タイの活動についての表現の中に見られる。1918年のローバースカウトの始まり以来、ベーデン・パウエルは、ローバーリングに、年齢の上限を設けないつもりであったが、彼の死後の1941年に18歳から25歳に、変更された。世界スカウト修道会、独立スカウト世界連盟、ヨーロッパスカウト連合、ベーデン・パウエルスカウト、開拓者のスカウト連盟、 ローバースカウト連盟といった伝統的スカウティング組織は創始者の意思に敬意を示して年齢上限は設けていない。1920年代に少年団日本連盟からローバーリングーサクセスの奥寺流慶による法約本青年検事共犯が出版されている。第二次世界大戦前の日本では共犯を教科書とした自己検鑽 およびその集合訓練は行われていたが、公式には、ローバーの組織化は行われなかった。そのため日本で、最初のローバー隊がいつどこで発足したかは明らかでは、ないが、遅くとも1925年には、独自に年長スカウト向けのプログラムを行う、少年団が存在していた。1924年2月、日本における、最初の大学ローバー組織である明治カレッジスカウトが、 発足する。これは、現行の大学ローバーとは、趣向が異なり、スカウティングに関する研究活動を行う集団であった。1925年には、立教大学において、立教大学ローバースが設立されるなど、同年6月時点で、東京府の水高の大学、専門学校で、ローバーが組織されていた。 また文部省官僚で、少年団日本連盟幹事の関谷隆吉によって、大学スカウト運動が提唱され、1927年より、文部省の要請で開かれた大学スカウト研究会には明治、立教、中央、農業、早稲田、講師、青山学院、帝大、法政、慶応、東京役選、上智、国学院より50名の学生が参加した。 1940年には第2本、学徒剣士団連合が結成され、合同やえ訓練が行われたが、これ以降は、戦況の悪化に伴いローバーリングの活動は行われなくなっていった。ローバースカウトの組織化は、戦後の1954年、再建されたボーイスカウト日本連盟において、青年隊として始められた。 日本における本格的なローバースカウト研究は1960年代に始まる。これは当時団制度の確立が済んだこと、スカウトがローバー年代に達し始めたこと、バックツー・ギルウェルの掛け声の下アメリカ式ボーイスカウトからの脱却と、イギリス式ボーイスカウトの研究が叫ばれたことによるものであった。1967年に中村地によって、 ローバーリング2サクセスの新役がなされ、また同じく中村によって、日本連盟の機関紙、スカウティング市場において、英国ローバースカウトの紹介がなされた。長らく、日本連盟は、ローバーは、成人に達した年代であることから援助の必要は、認められず青年スカウトとしての教育プログラムは、考えられないとの見解を示していたが、1980年代には、 ローバー部門のプログラムの必要性を認めた。一方で、社会的な成長の段階として社会に認められるべきとの立場から、ボーイスカウト運動内での起承等の取得は考えられていない。日本連盟に登録されているローバー隊は、地域ローバー、大学ローバー、職域ローバーに分類される。ベーデン・パウエルスカウト連盟のエアローバースカウトローバースカウトは1960年、 後半にベンチャースカウト部門にとって変わられ、今では英国スカウト連盟の活動の範疇にはない。そのベンチャースカウトもエクスプローラースカウトとスカウトネットワークにとって変わられた。英国連盟 E 以外のウザムに所属しないスカウティング組織、ベーデンパウエルスカウト連盟、ヨーロッパスカウト連合英国連盟、開拓者のスカウト連盟などにはローバー部門が存在する。 ローバーリングは1918年に英国で始まり、10年後にスカウティングのプログラムとなった。第一次世界大戦の影響により滑り出しは順調ではなかったが、ローバースカウトのプログラムは次第に成長していった。1931年に開催されたスイスのカンデルステッヒで世界ローバームートに見られるように、ローバーリングは国際的にもその地位を固めていった。 当初ローバースカウトの対象年齢は別段定められていなかった。1921年ローバースカウト会議はローバースカウトは普通17歳以上のシニアースカウトであると言及している。1956年に上限が24歳に変更された。1920年代ローバースカウトの進歩賞がある。 1990年にメルボルンで開催された第8回世界ムートからは、各国でローバーという用語が用いられなくなったた、ことから、世界スカウトムートと解消される。将来のムートヨーロッパにおける国際的な年長者、部門向けスカウティング行事は普通、ローバーの名をまだ持っている。1965年、スウェーデンのティバダンでヨーロッパローバームートが行われた。最近では、 ローバーウェイと呼ばれる行事がある。これは2003年にポルトガルで初めて行われ、続いて2006年にイタリア、2009年にアイスランド、2012年にはフィンランドで行われた。ヨーロッパスカート連合では年に一度国際、ローバームートが行われる。ありがとうございます。